さて始まりましたピーチキャッスルのツナイト5のお時間です。はい、よろしくお願いします。さあということでこのツナイト5という番組は吉本沖縄の超若手芸人5組が月曜日から金曜日の23時から1時間楽しくお送りする番組です。はい、今週木曜日の担当はピーチキャッスル前城翔とピーチキャッスルのトーバルです。はい、よろしくお願いします。お願いします。あら珍しい、あれこっち来ないですか。いや今日なんかあの紹介のやつなんもなく普通にスラッと言ったけど今。あ、いやいや、なんか多分なんかお前の座り位置がめっちゃ気になったんだと思う。いやなんでよ、だって喋り言うと、いやあれと思っていなかったから。そりゃそうでしょ、いつもやってる通りにやってくれよ。いややってくれよ。いやそんなそっちが崩したんだろうがローテーションを。こっちの棚がちょっとなんか邪魔かなと思ったからちょっとこっちに寄っただけなんだろうに。じゃあ俺は悪くないだろ、いつもと違うんだから。いやそんな別に気にしないで、普通自己紹介のところはなんかちょっとボケてよ。違うだろうが、いつも通りやれ。だからその通りにやったらいつも通りやるわ。先に変えたのはお前だろ。いやなんで俺がそんな座り位置だけでこんないや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 番組が始まって30秒で言わないといけんばい。じゃあ最初のことについても俺が言われるのいやいやいや言うんじゃないお前も。何で切れてるわお前も。お前が先に喧嘩深く来てきたんだろうが。喧嘩ではないだろう。やるかやるのか。なんでやんのかおい。なんでやる、なんでお前こんな、お前ディスカッションやんのか。なんで中日で俺そんなディスカッションしないといけん。ディスカッションするのかお前は。ディスカッションはしない、もうちょっと先祖敬え。わかりました。じゃあはいはいはい、先祖にごめんなさいしてじゃあ、あなたがちゃんとしっかり先に崩したの。おいおい、これじゃオープニング初っ端からどっちが悪いかっていうのこれあのツイッターのツイキャスの皆さんにねちゃんと聞きますから、ね、なんで俺が先祖にごめんなさいって言わんといけばや。いやいやいや、おかしいだろ絶対。いやいや、その状況ってお前そうなるでしょうね。先にローテーション崩した方が悪いのか。 ローテーションって言うのかまずこれ。そうでしょうが。例えばいつも喋ってる通りにね、はいはい、喋ってないで今後ろ、いきなり後ろで喋られてたらちょっと困るでしょ。今の後ろじゃないにしろこっちでしたけど、横ちょっとずれこっちでしたけど、でしょ、そうでしょう。いやもういいわ、もういいよ。じゃあ先祖にごめんなさいして、じゃあしっかり先祖ごめんなさい。さあ楽しくいきましょう。切り替えれるかよ。何がしこりとモヤモヤが少し残った状態だよお前。そんなことない、全然そんなことないでしょ。はい、じゃあということで、はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスが761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いします、はい、またメールファックスを送る際には懸命にピーチキャッスルと入れてください。お願いします。そして FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しております、はい、FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。はい、お願いします。そして、本日もツイキャスで配信しておりますので、はい、お願いします。ツイッターも連動しております。皆さんのたくさんのツイートコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで昨日からはいもうお盆始まりましたよ。始まりましたね。はい、で運慶で中日で明日がウークイ、まあ、今日中日なんですけれども、もうエイサーがすごいな、うん、昨日11時半12時ぐらいに帰ってきたんだけど、うん、お家の前をこの道巡礼してるんですよ、うん、40分間ぐらいずっともうそこら辺で売ってるんで死にうるさいやつさ、寝れない寝れない、もうもうすごいですよ本当に。那覇はそんなことないけど、ないんじゃないですか。南部はないんじゃないです。ないの？あるとは思うんですけど、多分南部にエイサーの文化がないと思うんで、中部なんですよ。はあ。だから多分南部は基本的にあのなんだっけ、旗頭、うんうん、あの大きい旗をなんか数名で持って周りで爆竹を巻いてなんか鐘を鳴らすという、はあはあ、だまた僕たちも見たことない光景が多分あるかもしれないですけども、多分、はい、南部はそんなにエイサーが中部ほど盛んではないと思いますよ。そうなんだ。そうそう、あんな狭い密集されたところで結構なんかどんちゃんどんちゃんするっていうのは結構中部がやっぱここは盛んですよ。沖縄市がなんかエイサーの街って宣言してますからね。何をやるんですか那覇は。いやわかんないです、一応でもあんのかな。俺だけど那覇にエイサー見に行ったことがないわけよ。あれ、一応あります。おでもなんか多分あれですよね、どっかの青年会から教えてもらったりとか多分そんな感じ。へー、そうですね、北谷町で有名だったら、まあ、ジャーガルク青年会と江口地区青年会っていうのがあるんですけど、うん、江口はなんか南部のどっかの地域に教えに行くって言って、結構何回か教えに行ってましたよ。そうなの。はいはい、だからなんか踊りの方とかを結構いろいろな地方で受け継がれてるっていうことなんですけれども。へえ、そうなんだ。はい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 、すごいじゃないですか。今あの後輩芸人が外にオーシャンのリョウジーが、うん、エイサー見に来たの。あ、エイサー見に来てるみたいです。すごい。いやいや、仕事だよ仕事、出ろ
バイバイ相手え、逆に意外だったんだけど、あいつってエイサ好きなの？あ、まあね、全然かけ離れて、もうずっとレゲエかヒップホップかレゲトンしか聞いてなさそうな。ここら辺でエイサ売ってたんですか今日？一応昨日からバンバン、うん、昨日からバン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 売ってる。沖縄市のなんかどこのポイントで打つっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、へえ、ちょっとでも沖縄市がそうですね、エイサーの街宣言してるんで結構有名ですよ。ああそうなんだ、はいはい、今日あれじゃないですか、あなたのお家の前通りますよエイサー。あら、ちょっとやめてバレるから。いや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 、いやでもどこ地区とは言ってないから。いやいや、全然大丈夫でしょ。いやいやいや、特定されたくないでしょ。いや、それをお前はバンバン俺にやってるって。え、じゃあお前はいいんだよ。いいんだよじゃないだろお前バンバン やってるんだよお前は。なんなんだよな、お前の、え、お前の家らへんは通らんば。いやだから昨日通りましたよ。え、昨日実家？いや実家じゃん。あ、実家の方は通らない。あ、通るけどもうなんていうの、子供青年会的な、あーがなんかやって一応ちょろちょろって回るけど、多分もう終わってると思います。結構早い時間で、引いて終わるんで。そうそう、だからお盆だからなんかウートウトしにとか、あーなんかお前は行かなさそうだな。いやいやいや、行くよ。いや行かんだろ絶対。いやいやいや、いやいや電話来たし。あ、嘘、うん、だって日頃おばあちゃんとかにもお世話になってるんでしょ。いや、なってるよ。こういう時はもう仏壇に手を合わしに行った方が孫ポイントは上がると思うよ。行くんですか皆さん、行くんですかというか、え、何、例えば一人暮らししててね、遠くに住んでてとか、うんうん、まあ例えば県外じゃなくて遠いとかの人たちとか行くんですか皆さん。行くやんに。だってお前毎日12時とかに終わるんでしょ、仕事。いやいやいや、あの、いや、エイサーとかでは、え、エイサーの話、ウートウトじゃなくて、ウートウトの話、ウートウトは、いやでもそのなんかあの7時とか夕方ぐらいに行って手だけ合わせて帰るっていうパターンも。じゃあもう行けないでしょ、昨日行けなかっただろ。昨日は行けなかったで、今日も行けてないでしょ。行けないでしょ。じゃあ行けないさ、で明日、まあ明後日とかじゃないですかね。あ、一応先祖は呼んできてるから、いや時間帯は関係ないんだよ。ああ、まあまあそういうことか。そうそうそう、だから手合わすだけ合わせてもうそのまま仕事にパッて行くっていう。あら、そう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 、はあはあ、そりゃやっぱもう行きました、スタッフの方は。いやほら行かないでしょ、行かない。ほらほら、あー、もう先祖にたたられますね。そうっすね、はい。いや、たたられないですよ、ね、たたられない。いや分かってるでしょ、多分いい時に守ってくれなそうっす。ちょ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 、グッてこう。じゃなくて、うん、まあ、守ってくれるのはね、ありがたいっていうあれはありますけど、はいはいはい、じゃあ自分のご先祖様だったらよ、うんうん、理解してくれるでしょ。あ、まあな、うん、あ、今そんなんでブチ切れられたらはぁってなるよ、うん、今子孫忙しいなってだろ、うん、じゃあ来ないし、はやばあいつみたいな。じゃあむしろこっちがはぁ。むしろこっちがはぁ。いや、なるでしょ。いやでもなんかあれじゃない、あの、うわ懐かしいなっていう感じで降りてきてるけど、あ、うん、おるおる、お、トーバル、トーバルいねえじゃんかよ。いやいや、なんだこいつ。いや分かるって分かってるね。分かってんだ。いや分かって、忙しいんで、あ、しょうがないな、今頑張ってんだなみたいな。うん、ただ昨日松山で飲んでましたけど。いや行けやお前、時間あるやさにや、行けやお前。お前、おい、先祖にごめんなさいよお前。おい、ごめんなさい本当に。先祖にごめんなさいポイントだよ今の。ごめんなさい本当にね。松山で飲んでたんかいお前。でも行かない人も多いんじゃないの。まあ確かにね、なんか俺らの年代ぐらいが多分結構行く人行かない人っていうのが多そう。っていうかまず何、今日は何時までやってるの今日っすか。太鼓パン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 叩くの。太鼓は昨日は1時まではやってた。そうですよね、だから今日も多分12時か1時ぐらいまではやってると思いますよ。おお、はいはいはい。やば、明日もっと遅いですからね。何時？明日多分3時ぐらいまでやるんじゃないですかね。いや、やばいでしょ。だってあのオーラス制っていうのがあるから、ユニオン前茶壇町の青年会がブワーって6団体ぐらい集まって。今ないんじゃないの。いや、やってますよ。
去年もやってます。だからあの、今でいうところの福耳福助だのところで。やば、去年もやってますよ。やってます、やってます。やばいさ、やばいやばい。だからはあ、もうすごいよ、寝れんよ本当に、あの近辺の人たちは。いつ苦情の電話で駆けつけて警察が来てもおかしくないですけど。確かにな。でもまあ警察もなんかちょっと若干、まあお盆だからねっていうので少しまあ多めに見てる部分はありますけどね。いやダメですよ、しっかり守らないと。だって軽トラの後ろとかバンバン人乗って移動してる背抜けとかいるじゃないですか。なんかエイサーだから OK っていう感じの、どうなんですか、風潮が。ダメでしょ。まあまあダメはダメなんですけど、ありますけどね。ああ、でも捕まるでしょ一応。まあ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 。でもなんかこのエイサーの会長とか上の人たちとかは、あのあれありますよ、お盆の時に警察署になんか提出しないといけない書類があるわけ。道を片っぽ潰すから。いやだからあれでしょ、道路使用許可書でしょ。そうそう、道路使用許可書、うん、でそれやって、まあ、その時になんか飲酒運転だけは絶対しないでくださいねってめちゃめちゃ言われて、うん、で俺なんかジャーガル青年会なんだけど、そこはもう飲酒運転は全くしてないです。いやそれ当然いい、そう当然当然当たり前なのすんな。いやだけどなんか中にはなんかいそうじゃないですか。そうなの、 OB とかなんか先輩の人たちって。僕はもうそこには怖くて触れたくないですね、うん、まあなんかいそうなんですけど、まあ僕も実際見たことないんですけど、まあ、そこら辺は徹底してるっていう話ですね。皆さん飲酒運転はご気をつけてください、本当にやらない方がいいです、よろしくお願いします、はい、さあそれではじゃあ1曲曲いきましょう か, いきましょうか、はい、それでは早速1曲いきたいと思います。マジックでルード。巨泉流やる、巨泉流やろうかなと思うんですけど、うん、前回のなんか、うん、前回の募集作品がないやつなんですけど、いけそうですか。難しそうなんですけど、何大人あるある川柳です。大人あるある川柳ちょっと広いの。そう、大人あるある川柳。なんかグッとくるタイトルはこれぐらいしかなかったな、うん、いいじゃん。ちなみに今日も発表ありますんで。あら、お、うん、領事は一人で見に行くわ。それはちょっと寂しいですけどね。寂しいな。
あります？うん、ある。なんかややこしいですか？そうな、申し込み、応募の仕方がちょっと、え、マジですか？なんかあれだな、なんかめっちゃ会員登録申請やってるんだけど、大人の投資クラブ、うわ、そうですね。微妙、他にはない。卒アル川柳とかですかね。卒アル、はい、卒アルって言ったら卒業アルバム、あの卒アル川柳ってのがあるんですけど、でも俺卒アルにそんな時期でもないしな。そうですよね。おうち川柳はどうですか？おうち川柳いいね。これはホームメイト違う？いや、いいえ。おうち、ひらがなでおうちで川柳ですね。おうち、あ、これか。はい、これでいきますか。うん、条件です。家のおうちや家族ね。そうですね、ぼちぼちです。はい、さあということで引き続きピーチキャストのトゥナイト5をお楽しみください。メッセージとかなんか来てますか？はい、来てます。はい、ちょっと読みたいと思います。はい、ラジオネームレオナさんですね。ありがとうございます。こんばんは。トーバルさん、前城さん、こんばんは。こんばんは。お盆ですね。お盆だね。家の近くで道ジュネやってました。お、最終日は家の庭にエイサーが来るので楽しみです。最後はお父さんが打ち上げ花火やるって言ってたので、これも楽しみです。と。どういうお家？金持ちだな。家にエイス、え、家の庭にエイサーが来るの？分からん。打ち上げ花火って、え、やば。は？金持ち？本当に。いや、金持ちよ。いやいや、打ち上げ花火ってそんな、え、あげれるもんなんすか？怖っ。え、どこ近辺なの？それ見に行きたい。いや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 。やば。まあ、大まかなところでいいですけどね、全然。住所までは載せちゃあれですけど。打ち上げ花火ってすごっ。新都心ってことじゃない？新都心、新都心。じゃあ明日は新都心上空にちょっと目を向けると、もしかしたらエーサーがチューブだから、チューブの人かな。チューブなんですかね。昨日もなんかメール来てたんで。そうなんですか。はぁ、浦添市西原って来てますよ。ああ。西原エーサーあるんですか？西原多分あります、あります。仲間青年会とか多分そういったのがいるところなんですけど、全く分からない。いや、でも庭にエイサー隊来て打ち上げ花火ってどえらいことですね。エイサーポンポン叩いて、はい、太鼓ポン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 叩いて寝た方がいいだろ。花火パンパン上げて寝た方がいいとか言うなお前。それ、そのおかげで今沖縄もう潤ってんだから。
あ、買い出しとか買い物とかで、いや興味ないんだったらいいよやめるよこれその話全然他の話する。あーはー、なんでかなんでかどうしたどうした。いやそんなことじゃない、これ別にいいでしょ。はいはいはい、でもこれ好きなこと話していいラジオなわけです。そうですね、うん、まあ別に、はい、まあ、金持ちがいたということで。金持ちがいたって、はい、え、メールの締めが金持ちがいたなんですか。いたということで、ツイッターネーム沖縄もっちっちさんですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんちゃ、こんばんちゃ、ラジオ聞けないけどメールしたからねーと。 ありがとうございます。来てないっすよメール。え、来てないっすか。来てる、俺来てます。その下ですよね。あ、来ました。はい、はい、ラジオネーム沖縄モンチッチさんですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。吉本沖縄の色白王子、白シャツが本当に似合う東原藩、吉本沖縄のやんちゃ少年、最近フルカルの復活の M、 前城藩、こんばんち、yeah. お久しぶりブリュッセル。今日はお家帰ってきてからずっとお眠だった小さい沖縄市民やいびん、はい、お盆ですね、エーサーで賑やかですね、エーサーの音が聞こえるたびに目を覚ましてました。日曜のアニメの時間にだけは早く起きてくる子供みたいでした。あの方やはりエーサー好きにはたまりませんな、うん、ついついやる気ながら勝ち足を踊りそうになる気持ちを抑えるのが大変、人がいないときはちっちゃくやっちゃいますもん。小さくはいやせんするいいやさーって口ずさんじゃ言いますもん。お二人はそんなたまらずやっちゃうことありますか。あー、なるほど。歩きながら勝ち足はなるべく踊らない方がいいですね。なんでなんで。怖いんじゃないですか。え、そう なんかどんな感じ。なるほど。普通に 歩いてる時に急に勝ち足踊るんですよね、うん、周りから見たらものすごい、え、大丈夫な人って なりませんかね。想像がつかないの。いやだから歩いてる時にエイサーの音がパッて聞こえたら急に踊り出すっていう、あーはーはーはー何かのスイッチが入ってるかどうかわからないですけども、ちっちゃくやっちゃいますもんってよ。あ、ちっちゃくやっちゃうんですかね、うん、あ、ちっちゃく、ちっちゃく踊るっていうのが逆に難しそうですけどね。ん、ちっちゃくどんな感じってなのかな。まあ、本当にこんなじゃない余計気持ち悪いから、ハイヤセンスルーユいいな、なんて、うねうねってしながら歩くんじゃないですかお前これあれ、あれ筋トレしてるだろ。違うだろ、なんか筋トレって付加価値をつけようって。うーん、思わずやっちゃうこと、思わずやっちゃうことなんかありますかね。うーん、思わずやっちゃうこと、あ、もう食べることですね、僕は。意外に食べること、うーん、何食べる。もう絶対的に、うん、もう最近夜中ポテチ食ってるような気がしますね。うわ、とコーラか。コーラ好きだよなお前な。コーラもう一日本当に絶対、うん、3本以上は絶対飲んでますもん。絶対もうやばいな。多い時で6本とかいくんじゃないですか。倍。本当にもう本当に絶対コーラ飲まない日がないです。まずめっちゃ貢献してるし。でも今日じゃないですか飲んでないの。今日あっぽいかもしれない。今日2本ぐらいしか行ってない。いやそれでも結構いってんな、うん、2本飲んだらもう口の中なんかむちゃむちゃとかしないわ。なんかあ次3本目開けた瞬間に、あ、さっきもコーラ飲んでるけど。連続では飲まんよ。いやいやいや分かるけど、うん、いや分かるけど違う。要はお昼にコーラ飲んで、うん、夕方にまたコーラ買ってこうカシャって開けて飲んだ時に、うん、あ、今日のお昼ぐらいまたコーラ飲んでたなとかってはならないんだ。全然ならない。なるの。飲み物とか気にしないけど俺ずっと多分本当にコーラ飲んでると思う。どんだけコーラ好きだわ。やば、本当にやばいでしょそれ。コーラ好きには、いやもうね、たまらんと思いますけども。なんかないですか。やっちゃうことですか。はい、辛いものが、はい、まあ僕少し苦手なんですけれども、はいはいはい、一味とか七味を、はい、ちょっとかけちゃいますね何にでもって言ったらあれですけど、なんかあったらなんかちょっとかけてしまうっていう。なんか沖縄そばにはもちろん入れるけど、なんかカツ丼の上とかにも、あ、それなんかパパパパってかけてしまうとか、あとスパゲッティとかにも一味とかをなんかパパパってなんかかけてしまうっていう。タバスコジャンバ
タバスコもね、でタバスコのなんかタバスコも一応ちょっと入れるんだけど、いやみたいには死にダバダバって入れんやつさ、死になんかタバスコの味ならもう、いやタバスコめちゃくちゃ好きですね僕は。いや俺タバスコの辛さちょっと苦手なんだよな。タバスコ俺1本一気飲みいけるからね。いけるんすよね。もう今若干引いたやつだ今引かんだ。タバスコは一本は飲めんだろあれ。一回ね、うん、養成所時代ぐらいの時の飲み会があって、タバスコでなんか罰ゲームみたいなのが、うん、あったあった。それで飛び出せマーメイドの大江が、うん、まあお尻のね肛門にタバスコをズブって突っ込まれるっていう、うん、ちょっと入り口悪いよ、ペペペペペってつくみたいななんかデコレーションみたいな感じで 俺あんなよ、人間ってこうなるんだなっていう。どうなると思います、本当にどうなるとも分からないでしょ。いやいや俺は現場にいましたからねもうまずね、もうだからつけられた瞬間に、なんかもう、暑い、暑いって言うやつ、体が熱いっつって、暑いっつって、もうめっちゃ汗とか書いてる。書いてる、書いてる。でもなんかもう、ずっとなんかお尻洗ってるんで、お尻が熱すぎて、お尻に水当ててないと、もうやばいらしいんですよ。もうダメって。もうわかる、シャワーをちょっとでも取ると、はぁーみたいな。あれは地獄絵図でしたね。この居酒屋のトイレと、もういくらシャワーで落としても落としても、もう暑すぎて、もうでちょっとはあって、で俺もうずっとねトイレで「トーマルさん助けて!」って大声で叫ばれて、「大丈夫かおい」っつって、もう大変だなお前は。もうでも俺その後の一言がめっちゃ面白かったけどね。あんなに熱い熱い痛いって言ってたのに、うん、ちょっとある一定の時間を超えてから、うん、寒い、おうおう、体が冷たい、そう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 、寒い、寒い寒くなるらしいですよ、寒くなる。これは知らなかった、寒いってこれ本当にね、やばい。もう一回でいいからね、肛門タバスコだけはね味わってほしい。いやダメですよ、やめた方がいいですよ。あれ恐ろしいな。もうあれもう本当にもう直内臓ですからね、本当に。ああ。やめてください。というタバスコのお話がありましたところで、はい、そしてですね、昨日はマーメイドさんのラジオ見に行ったけど、ゴヤ青年会が通った時にはラジオじゃなくて、夢の中で A さん見ちゃいました。マーメイドさんたちも A さんの話で盛り上がっていましたよ。お二人も A さんにまつわる思い出とかあったりしたら教えてください。今日はラジオ聞けないけど、ちゃっかりメールせずにはいられなかった沖縄市民でした。あ、P キャの単独ライブ初めて見に行くので楽しみにしています。もうまちくん T さー、では最後までラジオちばりよーいということで、ありがとうございます。まあ P チキャするということで、はい、P キャね、呼んでいただきまして、うん、単独ライブがあるんですよ。9月の21日月曜日祝日となっております。シルバーウィークの真ん中ですね、はい、ぜひ見に来てほしいなと思いますけど、はい、ぜひ来てください、はい、もう肛門の話がもうインパクト強すぎて単独が霞むという、本当にねもういろいろ、そしてツイッターでもいろいろ来てますよ。はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。本当に、ツイッターネームあやぱすさんですね、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます、ツイッターネームひろみあっと黄色い車さんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。喧嘩しないでくださいと。まあね、前城が悪いですよ、前城が。いや喧嘩してないですよ、もうぶち殺そうかなと思いました。ぶち殺すなお前泣くぞお前も含め周りがそうだな、それはちょっと泣くな、それは。すいません、ツイッターネームティアさんですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。久しぶりに、あ、久々に見ましたと。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、もうね、最近でも見てくれませんからね、誰も。誰もって、誰も、誰も、誰もが見てくれないわ。いや、ネガティブになるな、そう。ポジティブに行け、ポジティブに。あ、今日はこの人数見てくれてんだ、ありがたいなって思わんと。ほんと？うん。ちょっとギャングマンモスに会いたいな。ギャングマンモスな。うん。もう連絡も来ないやつさ。あら、ラジオは一応でも来てますよね。来てますよね。ラジオ来てますね。ああ、今月のね、月1でやってる、オーディションライブ、はい、はい、もうもしかしたら出ないかもみたいないや、これラジオ終わった後に僕ちょっと一旦小橋に LINE 打ちます。あ、嘘。はい、あら、おいおい、オーディションライブ出ねえのかって。じゃあもうじゃあやめるんじゃない
言うなってそういうの言うな言うな。いやいや、じゃあそうしないとさ伝わらないからさ、まあね、彼らにはさ、うん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 、まあまあでもしょうがないですよね。まあ、うん、あまあ残念です、うん、残念です。いや、まあ、決めないでください。あなた あなたもう今あの時の人にしようとしてるじゃないですか今。ツイッターネームひろみあって黄色い車さんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私は3日間仕事なので明日のウークイだけおじいちゃんの家にウトウトしに行きますよと。ああ、ウトウトね、いいですね。ウトウト、ウトウト、何今ラジオ終わって行ったらダメなの？いや、いいとは思うんですけど。みんなで行く、それぞれのおじいちゃんおばあちゃん家に。俺なんかおじおばはもう行ったスリッピングタイムやさ。あら、もう寝てるやつさ。早いね。はいはいはい。おじいなんて8時半ぐらい寝るからね。早っ、死に早い。終わったおじい死に早い。夕飯が6時15分。いや、夕飯じゃないだろそれ。いやいや、もう夕飯、俺なんかおじいめっちゃ早いで、8時半ぐらいになったら離れの方にとことこ歩いてて寝るよ。離れあるばい。離れ、離れぬ、は金持ちだ。いや、金持ち、離れの方に歩いていってつ寝るよって言って寝るよ8時半ぐらいに早って孫たちみんなが言うっていう言うよな、そりゃ集まりだしてみんなでワイワイしてんのに寝るよってで、沖縄市はじゃあ今どっかでエーサー売ってるってこと？売ってます、売ってます。はい、多分結構筋道らへんをメインに攻めてるんじゃないですかね。ああそう、はい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 、いいですよもうエーサーの話は。いや、今のはお前からやったんだろ今のはお前から振っただろ今完全に。いいですよエーサーの話は。はい、はい、さあ、じゃあということで、はい、今週も川柳をやりたいと思います。こちらのコーナーに行きましょう。応募しないとレギーズ、へい。さあということで始まりました、応募しないとのコーナーです。さあ、こちらのコーナーはいろいろな企業さんが出している川柳の応募に応募して賞金や商品をゲットしようというコーナーとなっております。ほい、はい、ということで、今週の川柳のお題はおうち川柳ということで、はい、はい、おうちにまつわる、川柳、ツイキャス、ユーストリーム、FM 小座ラジオ聞いてるリスナーの皆さん、はい、おうちにまつわる五七五あるあると笑ってしまった面白話や日々の出来事などを、はい、五七五のリズムに乗せて応募してください。いらっしゃいこう、はい、さあということで、なんと今回も、結果発表があるそうですね。今日はですね、あの破川柳ということで、破川柳だったな、はい、そういえば先週な、先週でしたっけね、はあ、ちょっと前ですね、はいはいはい、そして応募作品、はい、終了です、うん、今日で完治だ、ハッピーピーと、これは多分僕ですね、あと一つ、好きな子は心も綺麗で歯も綺麗、はい、あこれはあこれモンチッチさん、トーバルのがないんかい。 いや、よかったんじゃん俺なんかなんだっけ、なんかお前絶対レゴブロックとか言ってる気がするさ、ガチャガチャしてて、はい、さあということなんですけれども、はい、もうなんかショーに入ってほしいですね。さあ、じゃあということで結果発表に行きたいと思います。ピーチキャッスル沖縄モンチッチさんの破川柳、今回は入賞したんでしょうか。ほらー、残念なんなの、また残念、無理ですよもうこれ。でも毎回楽しみが増えるからいいなって思った反面、毎回ダメでしたって受けるのかって思うとちょっと、そうですよね。だって前まではなんか残念でしたとかなんか書いてたんですけど、もう真ん中に大々的に2本×をバッバッって書いて、クロス、そのうち多分めくる前に多分もうスタッフさんの書いてる手を見てなんか分かりそうですけどね。ああバスやバスってちなみに入賞作品、はい、あ入賞作品あるんですか、どういったものが入賞したのかちょっと気になりますけども、いやー今日で完治だハッピーピーもなんか取れそうかなと思ったんですけど、じゃあ入賞作品がですね、はいはい、仕上げはねパパのとこでもいいんだよ。はあ、え？わかんないでしょ。なんかいつも歯磨きの最後はママにやってもらってんだって。はあ。でパパもなんかいいんだよパパのとこでもいいんだよっつうのが説明文で。なるほどね。いやもう深すぎて一言目の俺たちがはあって言ってしまったけど。あいやはあって。ただ俺ハッピーピーっていいかなと思ったんですけど。まあね結構いいなと思って。そんなポップじゃダメなの？ハッピーでもよかったのかもな。ああ、
ハッピーそうだなそうだな、だからじゃん昔あったコインゲームのじゃんけんのヤッピートゥルルルポコ最初グーじゃんけんポンポコだった最初グーじゃんけんポンフィーバーヤッピーあったすごくドットの荒いゲームだろ、ゲーム版めっちゃやつです。あれ一生30とか当たらないよ。30枚5、ね、8枚とか2枚とかじゃんけんで勝ったとコインの獲得枚数をルーレットするでしょ。あれ30折り当たって1回も見たことない、うん、あれコインだっけ10円じゃなかったじゃないんだっけコインだっけコインだよ。コインでしたっけ。なんか駄菓子屋の横にあるようなイメージがあったんですけど、あ昔10円だった10円だったんじゃないですかね。あれなんかあれあれコインかな、違法賭博か。いや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 10円だからもうすごく俺たちが小学校の違法賭博時代だから駄菓子屋とかにみんなって言うな言うな。もしかして法整備がしっかり整ってない時に沖縄だけがその名残なのかすごく緩く残ったのか分からないですけど、いやいやということで今回はおうち川柳です、はい、おうちまたは家族をテーマにした川柳となっております、はい、おうちや家族にまつわる川柳575の作品を大募集しております。思わずあるあると笑ってしまう面白話や日々の出来事など575のリズムに乗せておうち川柳ね、はい、で、入賞作品が、グランプリがですね JCB ギフトカード5万円分1名様で、いい、ね、はい、で準グランプリがギフトカード1万円分が3名様で、入賞が1000円分を30名にということなんで合計人数が、34名にチャンスがありますよ。うん、はいはい。ちょっと過去の入賞作品をちょっと僕いくつか読みたいと思います、入賞した作品はですねこちらですね。ただいまにお帰りなさいが倍返し、この声量じゃないですかね、うん、お父さんとかがただいまって来たらちょっとなんか帰ってきたのっていうぐらいの早く帰りなさいっていうの倍返しじゃないですかね。どっちでも取れますけどね。子供たちがいっぱいいておかえりなさいが結構来てなんかアットホームな家庭かなと思ったら、まあ、ちょっとかか天下でなんかただいまってたらおかえりっていうので帰ってきたのっていう、まあ、どっちでも取れるんですけど。であと一個はちょっとうまいなと思ったのが税金の税っていう感じがあるじゃないですか、うん、税税と息も絶え絶えうちの家計、もう本当に火の車っていうのにこう収めてないっていう。くー取ってくるね。取ってきますね。これ川柳応募してるやつらって俺たちみたいなやついっぱいいると思うばよ、うんうん、絶対これをチョイスしてるぜ過去作品とかが。だからなんかこの懸賞金がね、うん、あんまり自分の目当てじゃないものだとしたら、うん、なんかあんまり応募しないとかなんか、まあ、まあ俺の憶測ですか、勘違いだったらあれですけど、うん、金額が高ければ高くなるほど、うん、いい作品がいっぱいあるような気がする。まあそうですね。で今回ハンターがいるんじゃん、ハンター。あー懸賞金ハンターが、まあまあ、昔そういう番組ありましたけどね、懸賞金だけで生活するっていう、ね、そう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 、懸賞生活ね、はいはいはい、ありましたけど。じゃあ1個目じゃあ僕いきます。あ、いきますか、はい、じゃあそれではいきましょう。ピーチキャッスルとバルでおうち川柳です、どうぞ。ただいまと帰ってくるがあまり風呂。あまり風呂、あまり風呂って何ですか。いや分からんけどなんか余ってる、なんか要は本当はあれも書いたっけよ、3番風呂とかなんか1番風呂とかあるでしょ。ああお風呂の順番ね。だからお父さん帰ってきたけど、はいはいはい、なんかお風呂は最後だよ、なんかあまりのお風呂みたいな、はい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 、なんかもうあんかけみたいなお風呂。ちょ待ってや、どんだけ汚い家族お前。それコンビ太郎が出てくる落ちたらそんなのお前ボロンボロンって。じゃだってさ、多分 お湯のあれ溜めるやつって、うん、あれみんなが使い回しでしょ。あんなのや5人とかいたら絶対とろみますでしょ絶対張りたくないとろみますってお前のまず大家族へに対するなんかこのちょっとした捉え方が違うのがちょっとめっちゃ興味あるやつだ。とろみが出る人間で、ね、じゃあちょっとツイッターネームレオナさんからの投稿もありますんでちょっと読みたいと思います。はい、それではいきましょう。レオナさんでおうち川柳です、どうぞ。庭掃除いつまで続く終わらない。
あうん、草刈りだとか落ち葉集めだとか、はあ、はあ、はい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 、おうち川柳ね、まあ、家族にまつわる話や、まあ、おうちのあるあると笑ってしまうものでもいいんですからね、はいはいはい、まあ、やっぱお金関係だとかそういったのが結構過去の入賞作品は多いのかな。やっぱお金にかけた方がいいってこと？なのか。まあでも今回が第3回目なんですよ。ほう。だから結構まだ出来たてほやほやの感じなんで。まあでもそうですね。みんないろいろ家庭の色っていうのがありますからね。本当に。俺なんか弟もなんか今日メールが来よったわけよ、ふとふいにパーって元気かって、で、あ元気でやってるよ、今ちょっと新喜劇とかいろいろなの稽古中だからって送ったから、OK 分かった、じゃあ手合わせに来れる時でいいから来いよって、うん、来て、まあそれでメール終わるかなと思ったんですよ、うん、そしたらなんか知らんけど急に、新しくうちの同居人が増えましたってなって、え何と思って、インコちゃんですって、うん、手乗りインコのキュウリ写真が送られてきて、どっから買ってもらってきたのって言ったら迷いインコってなって、うん、なんか おじなんかお家の庭にインコが泊まったらしいわけよ、そのインコがおすまさおかにまとわりついてきよったって、なんかもう親しみを込めてかな分からんけど、でも俺なんかおか鳥とかが苦手だけど気持ち悪いって言って一回はたいたらしい向かってきたインコ、あんたみたいな、あんたじゃない、あんたではない、インコに向かって、あんたではない、でなんか知らんけどそっから何があったのか分からないけどインコを飼い出したって、なんかめっちゃ真っ黄色のインコだったんだけど、真っ黄色、うん、宝くじが当たる気配がするって、あら言ってましたけども、もういやもう15年ぐらい飼い続けて当たってないですからね、うん、まあ当たらないと、あ買わないと当たらないって言いますけど、それをコツコツ貯金してたら一体いくらなってたんだと思うまあまあまあいいですけど、おうち川柳結構難しいな、あちょっと過去の入賞作品でちょっとうまいなと思ったのがあるんでちょっと読んでいいですか、孫ができ考え方もソフトなる、ソフトになるとソフトなる、うまいの多いな、こいつら狙ってきよんな、ほんと考えてるんだよ多分6時間とか、俺らだってお題聞いて今もうほんと5分ぐらいのあれだからね、全然出てこない、はあはあはあ、うん、むずい、はい、いきますか、じゃあ、ピーチキャッスルトーバルでおうち川柳です、どうぞ。いたんだね、心がとってもいたんだねそこにいたんだねのいたんだねと、そうそうそう、だから娘があいいなこれ、これいいな、いやでもなもうちょっと明るいよな、こういうのじゃないと取れないってことでしょ、まあ、かけるってことは、まあ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 、まあ、いやでもいいな、心がとってもいたんだねこれ一応分かるでしょ、いたんだねって言われると、なんかもう高校生になった娘とかになんか言われてるような感じでしょ、そう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 、言われて本当にもう心、本当に心の底からの言葉を言い寄ったわけですよ、なんか今そのお父さんの姿もなんかちょっと想像できてさ、ちょっと小太りで厚めの眼鏡かけてちょっとなんか頭ハゲ散らかしてるような感じの、そうダルンダルンのランニングにちょっとトランクス一丁でソファに座ってるような、はい、そしてまたツイッターで来ましたんでちょっと読みたいと思います、はい、ツイッターネームひろみあっと黄色い車さんですね、ありがとうございます、はい、それでは行きましょう、おうち川柳です、どうぞ。ただいまと帰ってきたら母全裸、えおおなんだ、異国情緒漂う家庭ですか、いやいやいや、なんだなんだなんだ、ちょっとなんかマサイの匂いもしますけども、
浅いというか俺はなんか危ない匂いがしたねえでもなんか女兄弟、魔男の存在が魔男の存在見えましたけれどはい、ブラジャーパンティーはつけましょうでもなんか女兄弟が多い家族はなんか結構お姉ちゃんとかがマッパで歩いたりとかするっていう話は聞いたことありますけどね。うんうんうん、そうだね。お姉ちゃんが3人いる男って末っ子の、うん、モテるって本当かな。女の気持ちが分かるからなんかお姉ちゃん3人になんか育てられるみたいな。あでもなんかよくある漫画の兄弟構想とかではありそうだよなそうそうそう長女次女三女の姉を持つ冴えないなんとかそうそうそうでもある日を境にとかひょんなことから僕の高校生活はぐんと変わった。いやもう急に少女漫画のストーリーなんかトガキを話し始めた人がいる遅刻遅刻とか言っていやそれやばいだろ戦前かお前戦前ではないだろ戦前いやいやいやベタだベタセーラームーンの時ぐらいの世代じゃないかこれはああなあいっぱいありますけどね広いからなうんはあはあ、まあまあまあ行きましょうかじゃあ、うんピーチキャッスル前城でおうち川柳ですどうぞ。口癖がお母は寝るよ早く寝れ。どういうこと。いやなんか言わんお母さんって。はいもう寝、もう寝るよっていうのが分かるけど、うん、最後どういうこと。いやもうそういうの報告すんな早く寝れっていう。いやこれは分かりにくいわ。これは分かりにくいか。いちいち報告するなっていうなんかむずいな。うん、あでツイッターネームひろみあと黄色い車さんがですね、はい、私は男の中で育ちました。兄弟の中で女一人ですと。逆パターンね。逆パターンか。あーすごくイケイケに育つパターンの漫画ありそうですねさあじゃあそろそろ多分もう締めですね。そうね。はい。そうですね。あと1個ぐらい出して、はい、いきましょうか。じゃあ、ピーチキャッスルトーバルでおうち川柳ですどうぞ。リフォームし、ちょっともう一回やっていいですか。大丈夫、大丈夫です。はい、もう行きますか。じゃあ、ピーチキャッスルトーバルでおうち川柳です。どうぞ。リフォームし、どこでやったの？パナホーム。パナホームなんかちょっと、いや、企業に対して企業で返すという、すごい、闇討ちパターンですね、これは。パナ、分からん分からん。こんな感じこんな感じまあまあでも今日なんか面白い感じのやつ出たんでそれじゃあ送りましょうか。じゃあ絶対取れた。はい、取れた。はい、じゃあ行きましょう。何だったっけさっきのやつ。痛んだね。はい、心がとっても痛んだね取れたでしょ。もうちょうど獅子落としがカコーンってなりそう。これもいいだろ。リフォームし、どこでやったの？パナホーム。いいわけあるかよお前無理だろ絶対通らんよそんなの。嘘。最初の選考で期限も入ってるのでとりあえず一旦落としといてって多分言われる。あらやばい。さあじゃあということで、結果楽しみにしましょう。はい、以上応募しないとでした。はい。
さあということで、はい、あっという間の1時間エンディングとなりました。ねえ、あっという間でございましたけれども、はい、そうですね、もう一郎さんね、最近、はい、滑舌が悪いですねやっぱり沖縄の人はって営業先で言われたんですよ、女性の人に。へえ、じゃない、お前聞いてる。聞いた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 よ。なんの今のリアクションやばやばこいついかにも自分じゃないような感じで。でこいつね、はい、分かります、なんで滑舌そんな悪い方でもないじゃないですか、うんうん、喉ですよ、声がもうかすれすぎてガサガサってなってるんですよ。もうだってまあ言い訳ですからやめます、大丈夫です。こんななるぐらいだったらもう解散ですよいやいやいや、仕事で成立してないわけですから。いや、あなたも意外にガラガラしてますからね。俺は元からだよ。もう嘘つけよお前、こんな声じゃなかったよお前。いや俺ほんともともとガラガラよ、ずっと。ただお前の場合は俺いい声っていうの最初押したりした時期もあったんですよ、うんうん、モノマネでこのね、うん、滑らない話のね、はいはいはい、やってますやってます。そうできないでしょ今も、ちょっともうできない、ほら影響が出てる。そうそうそう、うん、だから喉が一応本当はマジでもともと本当に弱いわけ、うん、でだけどもうずっとガーって声を出してしまうから、だから腹式呼吸とかお腹に腹筋入れてちゃんと呼吸法とか声の出し方とかもちょっと練習したんですよ、うん、だからそれでもやっぱもう喉はやっぱ使うもんなんで、もうちょっと今酷使状態が続いてますね。マスクして寝たりしてる？いや、ずっと加湿器です。あシャープさんの、あらずっと、もうそういうのはもうお金いとわないんで、いいものは絶対買うって決めてるんで。あ、ちょっと変わる、やっぱり変わるっていうか、多分もうそれになれるから他のところが死に空気悪いのがすぐ分かる。やばマジで。だから俺あそうだね、なんかこのお化け屋敷とかの空間とかパッて行ったらもうすぐ分からない、うわってもういいや、あの逆にそれになりすぎてるからあれかもしれない。そうそうそう、荒れるっていうパターンもあるけどね、すぐな体勢みたいな。だからお家にいる時がマジで調子がいいそりゃそうだ、喉にいい状態の空間を自分で作ってるんだから。毎日一日一回ほこり吸うとかさなんで自らお前そんな体調を崩すようなことをしないといけんばや。うわさ顔がおかしい、目がギラギラしてる、ダメダメ、音もやめ、音もドルサスで食いってやめやめやめ、ということで中毒者の発言やります、それは、はい、ああそういえばそうですね、まあもうツイッターも今日はもう少なかったですね、僕たちがちょっとふざけすぎてたのか。ああ告知がちょっと遅れましたかね。閲覧数が6人ということで、 あららららちょっと一桁になってしまいましたが、9月11日にですね単独ライブをやります、ピーチキャッスルで。21日な、21日にピーチキャッスルで単独ライブやりまして、うん、はい、場所が沖縄花月で、はい、お時間が19時開演と、はい、そしてチケットが前売り1000円、はい、当日が1200円と、はい、でピーチキャッスル2人だけでね全部やりまして、オール新ネタで、はい、行こうかなと思ってますので、ぜひぜひ見に来てほしいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。チケット我々持ってるんでぜひ買ってください。お願いします。さあということでまた来週お会いしましょう。お相手はピーチキャッスル前代翔と、ピーチキャッスル東原でした。また来週、バイバーイ。バイバーイ。